Welcome to ガンダムオンライン。 どうもシルです。 出撃する地点を選択してください。 今回キャリフォルニアベース、 ゲルキアが使いたかったので、銃撃4機ですね。 強襲入れようかなと思ったんですけど、まあ、初動後の展開に行くかどうかっていう、まあ、相手はこれ徐々に時間が5ピークという時にちょっとね、相手時間を少しやってる。動画ストックがなくなってるんで、これその日出しです。避難者、その日出しですよ。これ10月31日です。ハロウィーン、ハッピーハロウィーン、皆さんいかがお過ごしでしょうか。トレーニングパターンのこれ、拠点の奪取に成功。ハッピーハロウィーンのちょうど4時とかそのくらいなんですけども、まあ相手は連帯のようなので気を引き締めて、いやまあだったらこっちも連帯でいいんじゃない、潰し合えばいいんですよ。潰し合えば、まあ、潰し合わないから問題なんです。何でもいいんですけど、潰し合わないから問題なんですね。全然お互いがそういうがっちりだから、もう小隊を20人ぐらいの大で中隊システムにして最大20人まで組めます。もうそうすればいいんじゃない感じです。でお互い20、その20人 VS で戦えばいいっていうことですね。なんで生地ノラとその20人クラスでチーム組んでるのと戦わなきゃいけないのかって話です。おかしいとずっと持ってないで放置してきたのがおかしいと私は。まだまだ行きますよ。さて、攻撃出なかったんだけど、今当たってるはずだったんだけど、自分がストック今ない。ガンを入れます。戦力差があれば何やっても勝てますからね。どんな機体を使っても数はこっちからですから。だからなんでこれを掘ってるわけではないんでしょうけど、いやシステムとして共有してるのが、まあ、おかしいですね。今のシステムだと変えられないっていうのは甘いです。機体はまだ修復可能だ。今回は、大丈夫だろうというもとで、もっとハーフキャノンを入れてるんですけど、中距離で戦えるだろうという感じですけども、てかまあ、ここまで戦力差があると正直厳しいというのが。勇気は褒めてやる。回収を優先させるぞ。背中に狙ってくださいってタイプだぜ。踏み込みが浅いな。当たりすぎだと見過ごしたらよく戻ろう。動きのパターンは解析しました。大丈夫だ、修理は任せておけ。ありがとう。際どい戦いで際どいところで生き残りました。機体はまだ修復可能だ。
見られてましたね。戦場に命かけてどうする。だからまあプレーが増えるとそれだけやれることも増えるので、プレーをちゃんと増やすような土台を作ってほしいですな。RPG ゲームじゃないかな。RPG の方がまだ自分にしっかりしてんじゃないみたいな。じゃあブーストがない。これはね、わざと残したいですよ。頑張りすぎは良くないけど、戦場に命かけてどうする。きついですな。いや、これは連邦だけの話じゃないですからね。でもいいだけど、本当に俺目立ちしてきたんですね。他の人がやめていくから、どん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 目立つわけですよ。比率が増えていくから目立つ、遭遇率も上がってくるし、でなおかつ人が乗るのが少なくなってくるから、連帯は連帯を組みやすくなって、ノラは連帯とばかり当たるようになるっていう、まあ不循環、完全な不循環が発生するんですね。最終的にはもう本当に連帯しか残らない。連帯をやることになったわけです。どうなんかなって感じですよ。いや、これおかしいです。いや、おかしいっていうか、ちゃんと。こんなめちゃめちゃですからね。5まで取られて普通に取られますからね。筋力差なんですよ、俺が。筋力差とあと息を忘れます。大体立ってボイスチャットしてるんでね、ニコ生とかなんかで、だから誰かがそうこうやろうって言ったらそれに合わせられる。こっちはそうじゃなくてチャットとかで意識を合わせなきゃいけない。意識の差もありますし、だからとにかくね、良くないですね。良くない。デッキ撃墜。引き続き任務を遂行します。カメラ。こうなればカウンターに戦うしかあるまい。この力、かなり。あなた、シミュレーションより弱い。まあ、ずっと言い続けてる。まあ、一番はそれをやるのは私は全員撤廃するのが撤廃。なぜならそれをやると同じ連帯するっていうのは、高階級のプレイヤーが同じぐらいの階級とチームを組んでそれ以外のやつらと戦うっていう構図なので、陣営撤廃をするとその高階級で例えば2招待じゃあ合わせましょう、招待 A 招待 B で連邦でやります、ジョンでも構わないんですけど、そしたら陣営撤廃したらその招待同士が戦い合わせるようになるわけです。で潰し合えるんですね。そうじゃなくて今は完全に例えばジョンだったりジョンで連邦だったり連邦で合わせてお互い合わないから、まあ両軍戦はあると言ってもですね、でも潰し合わせる方に持っていかないと出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。同じぐらいのやつらでやってるわけ、5回中で合わせるから本当に自分たちで見つかればいいんじゃないのって話です。そんな機体は再生可能ですというような、あ私は持ってずっと行く。機体は再生可能です、修理しましょう。結局 それが何が起こるかっていうと、人が辞めてって最終的に最後終了につながっていくんですよ。本当に大体なくなっていた時はたくさん見てるんですよ。
敵は褒めてやる。好調です。まだここからがその馬だ。いや、できる。いい加減にしてくださいね。一方的になるか、一方的で連打で勝つか、一方的で負けるかみたいな、ね、いや味方に連打上げるか敵に連打上げるかみたいな状態になってますから、出せない。いやだけどこれもね、2年前に私は危惧して言ってたの、ね、最初はノラもいたからある程度はあのノラでもじゃあやろうよってプレイがいたんですけど、やっぱそういう人たちからやめていくわけですよ。馬鹿らしくなって、馬鹿らしくなってやめていきますから。そうすると連打をする人たちだけになる。さっき言ったように悪目立ちでどん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 技術が増えるから連帯に遭遇率がめちゃめちゃ上がってきますから。まあそれが結果何を起こすかっていうと、サービス終了に来ただけなんですけど、繋がっていくだけ。だから上はそれを変えなきゃいけない。それがなんだろうな、ユーザーじゃないですか。ユーザーはやりたいわけじゃないですか。上が動かなきゃいけないんです。入れ物をちょっと変えるとか。何こんなのに何年もかけてるのって感じですね。悪いですけど、はっきり言って。こんな問題に最初から何年かけてるの。いや、だから問題視してなかったよね。別に残ってるとかじゃないんですけど、根底的になってるわけじゃないんですけど、正直問題視してなかったよね。最初の段階。プロデューサー変わるぐらいまでは問題視してなかった。いろいろと、いや、だってやってないもの。ぶっちゃけ。だって作ってる人間に忙しいのにやれるわけない。ガチガチで。だからその上でデータベース上である程度のは見れますよ。もう。このなんかこのひどさは分からないわけですよ。分かんない。だってやってないんだよ。だから、まあ、もしくは変えようとしても、どっちもないじゃん。大丈夫だね。ゲームになってないで。で問題視した時に遅いっていう話なんですね。面白いですか。割と私は言い続けてますけど、ここまで何もしないのはもう一番の握手だと思う。問題です、それに対してどういうか対応勝負してますとかって言うんだったらまだですけど、なんかやるんだかやらないんだかみたいな感じで、だけど連帯行為はもうしようとしてできることだから、作り方にはロスは避けろっていうふうに言わざるを得ない。作りがそういう作りだから、ユーザーはやるんだよ。目を閉じなさい。私の輝きが増しますから。もう出撃する機体を選択してください。時間かけすぎですね。あぐらかいてたんだと思いますよ。やっぱそれなりに人いるからで、売り合いもあるし、それもこういった問題よりもやっぱり売り上げに直結する新機体やそういうのを出していこう、アップデートのを出していこう。まあそれは企業として分からなくなるんですけど、まあ徐々に来るよね、こういうの。徐々にもう結構いいとこまで来てると思いますよ、私は。でも完全にモード変えるとか、だから何度も陣営撤廃っていうのは、ただ自分がどうとかじゃなくて、そういうのを全てなく、解消するための手段としての提案だったんですけど、まあ、それもゼータオンラインにしなかったんで、このままだとちょっときついなっていう状況ですね。だって日曜の他の方が出てきてるから、徐々にね。別に 50vs50 じゃなくてもいいやって感じになってきましたからね、もう、このゲームは。こんな感じですから。どうしようもないですね。どうしようもないでしょ。どうすることもできないね。ここまで戦力差がある。いや、俺が、こっちも大将ガツってす、相手も大将ガツってすならわかるんですよ。じゃないでしょ。これが1000、2000っていう話じゃないですかね。私これ一正体全部抜けてるし。こっち側にいた大将は、あれ体だって抜けてますね。
だこういう状況なんですよ。もうね、やりたい放題でしょ。心やりたい放題だと、ですよ、ユーザーがもうやりたい放題やってんですよ。丸投げしてるから。その実情です、これ、はっきり言って。やりたい放題やっちゃってるんで、いいんすかこんなんでっていう感じですね。私は。いいんですかこれで、ムネさんっていう。せっかく作ったのなんかめちゃくちゃにされてますよ。それをしてるのはあなたたちですよ。それを持ってってのは、そう、こういう風にしてるのはあなたたちですよ。いや、もちろんユーザーがそういう風にするんで、それを踏まえた上で制約説でいいんで、しっかりルール作んなきゃいけないっていうのをずっと言ってるんですけど、こうなるんですよっていう、こうなってんですよって、それはあなたたちが、いや、何もしないから、何もしないっていうか、もっとがっつりやらないからこうなっちゃってるんですよっていう個人評価の報告です。なんですけどね、じゃあこんなん、じゃあ次やろうかってならないでしょ。ここまで広がったら、それがじゃあ3回続きました、5回続きましたになったら、じゃあ他ゲームやるかみたいになるわけですよ。で帰ってこないことだからね、そしたらもう、じゃあガオンはクソだねっていう風になっちゃうわけですよ。でその人が、まあ、あれ、あんなゲームやんなくていいよってなるわけ、ひどいし、だったらじゃあ新しいスターウォーズやろうぜ話になっちゃう。じゃなくて、そこで同じでキックレして、ああ楽しかったね、こんなゲームあるんだけど一緒にやんないかっていう風な流れに持っていけば新しい人も来るかもしれないのに、今完全にもう悪循環でしかないんで、これはね、変えなきゃいけないと思います。それはやるのはユーザーはできないので、運営がもっとガチッと意識を入れ替えなきゃいけないと思いますだ。そんな感じでございましたね。だから今週の方はどんどんやってないですよ。最近はあのまだそういう中でも小規模戦に行ってるバトルオペレーションネクストであったりとか、タイマンのハースストーンとかですね、おちょこちょこやりだして、来週とかはね、スターウォーズバトルフロントが来ますし、だからね、別にガオンじゃなくてもいいんですよっていう話なんで、だからそれはしっかりですね、気を引き締めていただきたいところではございます。こんな感じでした。いやー、もう試合になんなかったね。ゲルキを使いたかったんだけどなんかなーって感じですね。もう私は 20vs20 ぐらいで十分だったんですよ、もうこのゲーム。50にいる必要はない、インフレしすぎてるから。まあそうするとバトオペンネックスと超かぶるんですけど超かぶるんですけど、別にいいんじゃない、パソコンでできる バトオペンネックスト的なポジション。 GM を撤廃しちゃえば人数そんなにないし、感じでございました。いや、残念ですね。まあ年末でまたなんか1個あって、でそこで少し人が戻ってくるんですけど、お祭りだからね、その先ですね、来年。年末はちょっとやると思うんで、イベントとかだけど、元のこういう土台をしっかりしないときついと思います。まあそんな感じでございました。ちょっと残念ですね。そんなこれ今日10月、まあ YouTube で後で見た人には何言ってんだって話ですけど、10月31日その日にあげます。まあそんな、今日こんなことあったから、まあ、だけど案外私よりも持ってやってる人はもっと遭遇してると思うんですよ。だからうんね、もっと声を上げていいと思うんですよ、おかしいんだって。呼ばぐるしかないですから。そんな感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。